こんにちは、エドワードです。5月12日、今日はね、ちょべり暑いです。いやー、もうめっちゃ晴れてるしね、ヒートがものすごいですね、これね。今何度かな、 37.1 度。暑っ。今は昼間です。保健所 DOH のね、感染者数の更新はね、毎日夕方になりますんでね、下の方をね、ご確認ください。今日のニュースの情報元は PTV、GMA、CNN、イスコモリノ賞の YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース、パシフィックシティでは今回の件でね、こう亡くなった人をすぐにね、火葬してんですね。これはね、まあ亡くなった人を放置することはね、危険ですからね、感染拡大してしまいますからね。そしてね、この火葬をする費用もね、すべてね、パシフィックシティが出してんですね。これで市民は少しでもお金を節約できるとね、ビコソト市長は言っています。いい。そしてね、ビコソト市長は病院をね、さらにね、完璧なものにしたいようですね。こう設備とかね、医療従事者の装備とかね、こうね、もっとね、強固たるものにね、病院をしていきたいんですね。いつ何時何が起こるかも今後も分かりませんからね。これでね、少しでも今回の件でね、亡くなる人が減るならというような思いのようですね。このね、ビコソト市長はもともとね、パシフィックシティのね、医療を充実させたいっていうね、強い思いがあったんですね。以前の動画でね、そういったことについてもね、紹介してますが、ほんまにね、ものすごい意志があるんですよ、彼には。本でね、亡くなった人を火葬するための施設をね、パシフィックシティ自身が作ってんですね。今までは火葬場はね、こう民間企業だけしかやってなかったらしいんですが、これではね、お金もかかるので、ビコソト市長はね、火葬場をね、自分らでね、こうドーンとね、作ったわけですね。ここだけの話、今までね、約200人ぐらいの人らを民間のところで火葬にしてきやったらしいんですがね、その費用にね、700万ペソもかかっていたようですね。まあ日本円でいうとこの1500万円ぐらいですかね。そして現在は政府からこの火葬場のね、許可が出るのを待っておる状態のようですね。このビコソト市長ってね、まだね、実は30歳なんですよね。若い市長ですよね。ほいでもね、このメトロマニラではね、マニラシティのイスコモレノ市長にね、引けを取らんぐらいね、かなり頑張ってるね、いい市長です。素敵。ほんでね、マニラシティでは感染者数が912人になりました。そしてね、いっちゃん感染者を出しておるのがトンド1でね、現在210人ですね。そしてね、次いでサンパロでは163人です。いや、やっぱり多いですね。現在ね、マリナスティでは142人が回復して、84人の人が亡くなっております。そして686人がね、症状が出ていてね、施設で隔離されております。マリナスティはね、結構ね、ちょけた感じの人らも多いんでね、こう人が集まったりね、密集したりしちゃうんですよね。でね、イスコモリの市長は現在ね、こうさっきのビコソト市長とね、同じようにね、病院をね、さらに充実させることを検討中です。こうね、設備とかね、そういったものをね、さらにね、アップグレード、アップグレードしていきたいんですよ。やっぱこう、いい市長っていうのはやることが似てきますね。あ、そういえば、このイスコモリの市長の YouTube チャンネルの登録はちゃんとしてくれましたか？まあ、そろそろね、してくれてるとは思いますけど、このイスコモレノという人はね、マリラスティを変えて、そしてフィリピンをも変えてしまう男です。 YouTube からのね、収益もすべてね、マリラスティのため、そしてね、市民のために使われますので、お頼申します。そしてね、最近のニュースはほぼほぼお金のことばっかりなんですね。政府からもらえるお金ですね。もうほんまにこれのことばっかりなんですよ。しかもね、もらうためにはね、こうソーシャルディスタンスなんかもう無視して、もう人がね、もう集まるだけ集まり倒しているような状態なんですよ。ほんまにもう不合の衆っていうんですかね。もうね、2ヶ月ぐらいこんな状態なんでね、もうロックダウンされてね、お金もなくてね、仕方がないんですけどね。そしてね、メラルコですが、まあ、メラルコっていうのはフィリピンのこう電力会社のことですね。これのね、支払いがロックダウンから止まってたんですね。そしてね、電気料金の請求がね、最近来だしておるんですね。で、フィリピンではね、電気料金を人がその各家まで行ってメーターをチェックして、こういう料金を決めてんですね。で、外出禁止やったんでね、この2ヶ月間ぐらいね。
それがねできてなかったんですね。だもんでね、メラルコは1月から3月の電気料金の平均額をこの4月分と5月分でも請求するそうですね。で、まあ、間違いとかもありますよね。そういうのでめっちゃ高くなったりしてたらコンプレインも受け付けますよとのことですね。まあ、ちなみにね、フィリピンの電気代っていうのはねめっちゃ高いんですね。もうなんやったらね、家賃より高いなんてこともね全然ありますさかいにね。そしてね、5月16日からロックダウン ECQ が解除されるかどうかが決まりました。おめでとう。これがね GCQ にはならずに、これがねモディファイド ECQ っていうのになるんですね。これに該当する地域がメトロマニラ、ラグーナ、セブシティです。このモディファイド ECQ ですが、これはね、まあ、ECQ をちょっと緩和しますせっていう感じと取っていいでしょうね。だからこう ECQ と GCQ の間ぐらいっていうんですかね。で、このモディファイド ECQ、 これがね5月31日まで続くようです。これでね、いくつかのビジネスができるようになるようですが、これの内容についてはまだ決まってなくて、明日ね、またアナウンスされるとのことですね。まあ、でも人々は働き出せるようになるとのことです。いい。まずね、工場なんかは今まではフード関連とか、こう、エッセンシャル関連だとか、そういうところはね、すでにね、100% 稼働しておりましたが、他のね、工場も全てが 50% までは稼働させるようになるんです。他の仕事に関してはまだねアナウンスがないんでね、まあ、アナウンスされてからねまた発表しますね。ほいでね、感染者をいっぱい出しておるバランガイがありますわね。まあ、例えばマニラシティのトンドとかサンパロとかね、我がケゾンシティで言うならばパヤタスとか、ああいうとこね。そういったところをねクリティカルゾーンって言うんですよ。で、こういうねクリティカルゾーンに分類されるバランガイはそのまま厳しく ECQ が継続されます。外出禁止とかね、そういうのがそのままになるわけですね。そしてね、このクリティカルゾーンに隣接してるバランガイってあるでしょう。このバランガイもまあ結構危険ですわね。ほいでね、このバランガイをねコンテインメントゾーンって言うんですよ。でね、このコンテインメントゾーンに該当するバランガイも ECQ が継続されます。なんでね、このクリティカルゾーンとコンテインメントゾーンに該当するバランガイも今後ねアナウンスされていくでしょう。一応ね、このゾーンに住んでいる人たちも業種によっては働き出せるようにはなるとのことですね。でね、なんで GCQ にならんとモディファイド ECQ になるのかですよね。これはね、 GCQ にしてロックダウン解除をした場合、特にねこのメトロマニラだと感染者が爆増してしまう可能性が大ですよね。これは分かりますよね。そうなってしまった場合、その人たちを収容するための隔離施設が絶対的に足りなくなるだろうとしています。だって現在ロックダウンの状態でも足りてないような状況ですからね。で、そしてまあ経済ですわね。かなりの数の人たちがもうねお金がないんでね、仕事を再開させたいんですね。まあ、これでね、政府も税収が入ってくるようになりますさかいにね。でもこれをね、GCQ の状態でやってしまったらどうなりますかってことなんですよ。もう絶対に外に出る必要のない仕事もしてへんちょけたんまで出てくるでしょう。で、そうなったらほら、どっかで感染してで、それをさらに拡大させてしまう可能性が大です。えらこっちゃです。でね、ロックダウンが解除されて GCQ になってるエリアありますわね。そっからまた同じ GCQ のエリアには行けますが、これはね、働いている人に限られるようですね。だもんでね、働いてない人は行けません。まあ、そもそも用事がなかったら外出禁止はそのまま継続されてますからね。そしてね、GCQ のエリアから Modified ECQ のエリアへは働いている人なら行けますが、許可証やらね、そういったもんがいろいろと必要になります。ほんでね、以前にハイリスク、モデレート、ローモデレート、ローリスクの話を覚えてますかね。フィリピンのね、町や州を4つに分類してたんですが、これのね、ローモデレートっていうのがなくなりました。でね、ハイリスク、モデレート、ローリスク、この3つだけになったんですね。そしてね、保健省はこの3つの分類をどうやってやったかを発表しました。それによるとね、ローリスクのエリアやと、
感染者数も少なくて新たな感染者も出してないエリアなんですね。そしてこのエリアの病院は感染者の入院もね 30% 以下しかないようですね。でこのエリアは当然 GCQ ですが、その中でもねモディファイド GCQ っていうのになってるようですね。なんでね普通に近い状態になっちゃうようですね。仕事をしてる人もねほとんどが元のように働けてるようになってるようですしね。外出禁止もないようですね。ただソーシャルディスタンシングとかこうマスクの着用とかそういうのはありますけどね。でねモデレート、これはね感染者数は増えていますがまだまだマネージできる増え方のようですね。そしてね病院の感染者の入院も 30% から 70% ぐらいなので、病院側にもねまだまだ余裕がある状態です。モデレートのエリアは GCQ になっておりますね。そしてねハイリスク、これはね毎日感染者が2桁で増えておるエリアですね。ほいでね病院も 70% 以上の入院率のようですね。 100% 超えなんてところもねガンガンありますからね。メトロマニラはね当然このハイリスクに入るんですね。ほいでね以前紹介したこのハイリスク、モデレート、ローリスクのエリアもねかなりね現在は変更されておるんですね。で新たなやつをね紹介しますね。ドーン、どうですか？以前のとはだいぶ違うでしょう。以前やとねハイリスクの街や州ってねもっと結構ありましたもんね。もうねハイリスクにもねメトロマニラ、ラグーナ、セブンシティしかないんですよ。いやかなりいい感じになってきちゃうと思いませんか？そしてねそのハイリスクに分類されてるエリアの感染者数が7123人がメトロマニラ内なんですね。そしてラグーナで382人、さらにはセブーではね1400人ですね。やっぱりメトロマニラがズバ抜けて多いですね。でもセブがここまで増えるとはね。そしてねこのニューノーマルの状態は僕がね以前から言ってましたが、こうワクチンとか特効薬が開発されるまで続くだろうと公式発表がされました。なんでねこれは僕の予想ですが、観光ビザではね今年はフィリピンへは行けないと思います。行けないと思っとっていいでしょう。これはねフィリピンに限ったことではなく、フィリピンの周辺国なんかもねそんな感じみたいですね。でこれらのねモディファイド ECQ のルールですが、まだ決まってないことが多いんですね。だもんでねちょっとずつ政府はアナウンスしていくようです。それではお後がよろしいようで。